シャベルサカツク、再びヨーロッパへ。すごくお金が入ってくる状態になり、ここからがサカツクヨーロッパの中で一番楽しい時期に入ったこのシリーズ、まだまだ力は足りませんが、楽しんでいきましょう。チームの状況は、いい選手を入れ、序盤に獲得した選手を退団させていく時期、一気にチームを強くしていき、お金を使って楽しい楽しい発展途上を満喫していく時代に入ります。では、続きを始めていきます。今回はシーズンを終え、次のシーズンに向けての準備となりますが、まずはマウル・サルバをトップ昇格。守備的ミッドフィルダーとして、まずまず良い選手です。主力になるかはわかりませんが、このレベルの選手を入れていきます。はい、ということで、シーズンが終わったところでマイクを入れさせていただきます。まあ、あまり、成績は良くなかったですね。まあ、ペレはね、ペレが帰ってきたんで、それなりにやれるかとは思ったんですが、やっぱまだ他のポジションがあんまり強くないんで、まあこの能力を見ても、まだもうちょい足りないですね。課題がというか、新しい選手がもうちょっと入ってこないと、厳しいかなという、そんな感じがします。うん。成長は知ってるんですけどね。ただまあ、個人をちょっと見ていくと、まあ、どうしてもこう、初年度あたりに取った選手がまだちょっと多いので、なかなか難しいと。ピアオンは、まあいいですね。世界屈指になったんで、だいぶ良くはなってます。アモロス、新しく入ってきましたけど、ちょっと使い道をまだわからない。探ってます。売るかもしれないです。マッテオ・ベレッジもちょっとね、怪しいっす。放出の可能性は全然あります。ペレはもうちょいしたら神の領域に行くんじゃないかなという期待もしながら、得点を出し、アシスト王になったし、いい成績でした。イバタは、世界屈指になったかな。もうちょいですかね。まあ、柱になってますね。スピアジオはいい成長、レンタルしたんで、使うかがちょっとなんとまだ言えないですね。で、ルカ・リナウドは、ボランチがそんな多くないので、とりあえずレンタルさせて、ちょっと成長させました。トビアス・キベベは、来年から、主力組として使っていこうと思います。ニノがいるところ、左サイドですね。で、モーテン・オルセンは、主力組として使ったので、メンタルがよく成長しております。しばらく柱になるかな。まあ、数年ぐらいかな。で、ミッコ・トロネは現在のトップ下司令塔です。ちょっと成績良くなかったですけど、まあ、いい働きをしてくれてると思います。アレックス・コロラドは、あと数年で、まあ、完全にベンチに追いやられて、主力放出かな。ジェイク・ワイズマンはちょっと使い道がないので放出です。ちょっと厳しかったです。シガマリ・ピアラは、ちょっと いい補強、なんていうの、いい穴埋めでした。ピブルセンは、まあ多分使うんじゃないかな。使ってもいいような気がしてます。かなりいい能力です。メーメット・ショルはちょっといい選手ですが、ちょっと、ポリシーが遠すぎるので悩んでます。多分売ると思います。ニノが今年限り、レギュラー派組として使ってましたが今年限りとなりました。ポール・キャテイエは、まあ、安泰は安泰ですが、彼に続く若手がいないのが問題。で、新しくドゥッカ。これは超大物ですね。ドゥンガさんです。めちゃくちゃ優秀なので。育てていければいいかなってとこですね。アンジェロ・クインテは一応使ってはいましたが、能力が低いので、ちょっと厳しい。オトマヌ・ハママは、放出となりました。ほとんどちょっと使ってなかったんで、放出です。で、マウル・サルバ。もう彼もかなり期待ですね。彼はちゃんと育てていきます。で、カズは、レンタルから帰ってきたのかな。
スさんもね、だから来年カズペレが揃いますね。で、バレリオ・フォリオは一応、まあ、使い勝手が良かったんで、もうちょい使いたいなというとこです。うん、もうちょいかな、もうちょいっすね。はい、軽く触れましたけど、まあ一応ね、来年度の放送、まあ一応こう、この時にちょっといじりながらやっている様子を見ながら喋ろうかと思いますけども、まあ2のは放出となるので、そこに代わりに飛びやすきベベが入るってとこになりますね。能力はもちろん一回り上です。連携もちゃんとね、整ってるんで大丈夫ですよね。で、あとは、そうだな、まあ、フォワードは、まあ3枚にするかなって感じはしますね。ちょっと、いい選手がかなり揃ってるんで、ミハラ・ペレ、ピアオン、ピブルセン、ちょっとこの辺りで争うことになるかなと思います。まあ、レンタル誰か出すかもしれないんですけど、まあ、大体この辺りで争うという形ですか。まあ、3-4-3、4-3-3、3-4-3かな。ですかね。まあ、若手中心というか、まあ、ある程度能力が高い人中心に来たいんで、まあ、3-4-3、4-3-3。うん、とりあえず3枚並べるのは確定かなって思います。それは来年やるんですけど、うん、まあサイドバック弱いですしね。ちょっとトゥイッソンとクインテなんでちょっと弱いんですよね。だから 3-4-3 かなって言っても、3枚のセンターバックもないんだけどな。まあとりあえずポンタス・エリクソンと、まあ、イバタがいるんで2枚はまあなんとかなる、まあ、なんとかしていくしかないですね。はい、こんな感じでした。はい、でじゃあ最後にちょっと収支報告を見ながら、まあ、経営的なお話も軽くして終わりにしたいと思います。一気に入場料がかなり上がったので、なのであとは来年度から欲しい選手を結構取ってくるというスタイルに変わっていくのではないかなと思います。まあ、ただリストがね、こういろんな、まあ、どうするか、選手リストから取っていくのか、まあ、ユースもユースで探せたらいいし、まあ、バウアーとかね、ああいう、でもバウアーちょっと23、4歳だと思うんで、まあ、それに近い選手で大物がいたら、まあ、取っていくかなっていう感じもする。だから、まあ、とりあえず、まあ、経営的な部分でかなり大きなターニングポイントになります。プレイ、もう、なんだろう、一番楽しい瞬間じゃないかなっていう感じですか。補強面に関しては。好きな選手を取り始めるという、その第一段階ですから。なのでね、まあ、1試合で、まあ、5、6億円ぐらいもらえるので、でそうやって、ていくと、今入場料88億ですけど、150とか150億近くにはなるんじゃないかなというところで、まあ、経営的には一気に、まあ、何にもしなければ経営の黒字は150、まあどのくらいいくのかな、ちょっと分かんないですけど、まあ何にもしなければ一貫がお金は溜まっていくので、まあ、それをね補強費に当ててやっていこうと思います。ということで今回はここで終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。